て携帯チェック着信レゲン、このままオフって完全プライベート、映画鑑賞に読書なりにショット、想像つなぐ今日のプランと、渋谷原宿表参道ショッピングコース代官山へ移動、未来のハリウッド映画のストーリー、これがお約束通り、途中でバックスイート上りっていうか軽い事故みたいなもん、気がつけば街はもうイルミネーション、ディナーより慣れた飲み屋でいい、ビップルームよりラフスタイルがいい、眠りにつくのがもったいないくらいに腰下ろしてるリクライニング感じの目覚め、昨晩の寝酒、その余韻に浸るようにのんびり過ぎる時刻は昼の手前、自然と二度目の夢と出かけ、贅沢な時間とともにこの部屋で One time, two time、 夢から覚めた頃に太陽はてっぺんまで届けてまで Like a brush up みたいに day by day 汗かいてクラクラ、目が回っちまいそうな世話しない、日常があってこその今日はホーリーデイ、まずは窓を開けぐっと背伸び、風は都市の喉に戻すストレートディグッドメロディ、聴きながら一人ドライブでもしてこようかな、Don't worry.